バウリンガルは株式会社ら株式会社インデックス日本音響研究所長鈴木松美氏が共同開発した犬とのコミュニケーションツール日本では2002年9月発売本体と犬の首輪に装着するワイヤレスマイクから構成されるマイクで捉えた犬の鳴き声を本体に転送しリアルタイムで分析日本語に翻訳された感情表現を 本体の液晶画面に表示する。出力されるのは、フラストレーション、威嚇、自己表現、楽しい、悲しい、欲求の6種類の感情。当初は20万個の販売を目標としていたが、最終的には、国内外で約30万個を売り上げ、2002年度のイグノーベル、小平和賞を受賞した。なお、猫向けに、ミャウリンガルという姉妹品がある。 2009年8月27日には機能を強化した新型バウリンガルボイスが発売。犬の言葉が音声で再生されるようになったほか、心理テストやクイズなどいくつかのゲーム的コンテンツも実装された。2010年11月11日、ツイッター連携機能を搭載したバウリンガル 4iPhone がリリース。初日カテゴリーでランキング1位。関西弁。 とさべん、犬の道の辞書を初めて搭載した。ありがとうございます。